こんにちは、カレンです。今回の動画はユニクロ U 2022年秋冬商品のご紹介ということで、まもなくオープンの新店舗新宿西口店より店舗にお邪魔して撮影をさせていただいております。まもなく販売されるユニクロ U の秋冬新作商品をこれからコーデを組みつつ試着しまくりたいと思います。昨年度人気あったものから新鮮なデザイン、素材のアイテムまで楽しいラインナップになっております。どんどん気になったアイテムを試着しながら紹介していきます。ではスタート。ベルテッドタックワイドパンツ、タックやベルトがついておしゃれ見えする一本です。全体的にすっきり形も綺麗です。高身長さんやと少し短めな印象なので、靴やサイズ選びに工夫が必要です。ウォーマージャケット、襟周りが特徴的なクロップド丈の中綿入りジャケットで、適度にゆとりもあってボタンの開け閉めとか袖のファスナーでいろんな着方を楽しめます。言わずもがな何にでも合わせられる万能クルーネックティーは空張りが今季も大量なのでチェックしてみてください。テーラードコート、しっかり厚みがあってあったかく存在感抜群のコートです。 S サイズでこのサイズなのでメンズにもおすすめです。同色トーンで合わせるのが気分なんですけど、ジーンズなどいろんなアイテムと使い回ししやすそうです。ラウンドジーンズ、柔らかな丸みがあってスラッと見える新作ジーンズ。以前のカーブパンツよりは少し細めな印象です。プレミアムラムリブカーディガン、ざっくり編みのリブが可愛いカジュアルニットカーデでレイヤードやトップスとしても楽しめます。こちらはメンズのプレミアムラムリブ V ネックカーディガン。メンズのカーデも比較的丈が短めでこっちも可愛いです。カラバリやシルエットでウィメンズと悩みたいです。メンズのワイドフィットフリースプルパーカー、ふんわり柔らかなフリース素材が特徴的で女性にも人気が出そうなパーカーです。着てみると可愛かったフレアロングスカート、適度な丈感でスラッと形も綺麗です。ジャージーブルゾン、着心地抜群、立体的で襟や丈感が可愛くてスカートとの相性も抜群です。メンズのアウター、ウールブレンドシャツジャケット、柔らかくて着心地がいい暖かなアウターで着込みやすく使いやすいです。ユーティリティショートブルゾン、味のある特徴的な風合いにカジュアルなポケットデザインが可愛くて狙ってるメンズアウターです。フランネルオーバーサイズチェックシャツ、ユーらしいカラートーンが可愛いチェックシャツでゆるっと1枚でも羽織としても良さそうです。プレミアムラムリブクルーセーター、 U のめちゃくちゃ好きなニットシリーズ、カーデと同じくざっくりと編んだクロップド丈のカジュアルニットです。注目度高めのジャージーカーブガウチョパンツ、裾のループのアレンジでストレートとカーブの2シルエットが楽しめます。色味が可愛いステンカラーコート、しっかりしてるけど軽くゆったりめのシルエットで着込んだりレイヤードも楽しめそうです。ニットストールも大判で空張りも可愛いのでコーデのワンポイントにおすすめです。ポケッタブルロングコート、軽やかでゆったりシルエット、バックスタイルも可愛いです。さっきのセーターを巻いてみても可愛いです。最後に前のコレクションから人気あったバッグも登場です。空張りも可愛いしファッションの一部として楽しめるおすすめです。はい、ということでたくさん試着させてもらって楽しみながら新作を見れました。真新しいアイテムもたくさんあって、またまた何を買うか悩みそうです。まもなく販売なので今回もちょっとでもお買い物の参考にしていただけると嬉しいです。バイバーイ。